リトアニアの民族市場の地方区分。緑色の部分が、ジェマイティア地方である。ジェマイティアは、リトアニアに5つある、民族市場の地方の一つ。現在のリトアニア北西部にあたる。サモギティアとも呼ばれる。ジェマイティア地方最大の都市は、シャウレー、中心都市はテルシェイである。この地方では、ジェマイティア語が話され、長きにわたって、 独自の文化が育まれてきた。古いロシア語の文献には、ジョマイティと記されており、そこから、ポーランド語のズムッズや中古ドイツ語のサムエさんに、派生した。さらに、そこから、サモギティアと、ラテン語読みされるようになった。英語では、サモギティアの他に、テイチリトアニアとも呼ばれる。また、イディッシュ語では、ザミットと表記される。 トベライ周辺の風景ジェマイティア地方は、リトアニア共和国の北西部に位置し、行政上は、テルシェイ軍全域、タウラゲ軍、クライペダ軍北東部、シャウレイ軍西部、およびカウナス軍の一部によって構成されている。ジェマイティア地方最大の都市はシャウレイであるが、クライペダをジェマイティア地方に含める場合は、クライペダが最大都市となる。中心都市はテルシェイだが、 かつてはメディニー海が中心都市であった。人口2万人以上の都市は以下の通り。ジェマイティア地方の人々はリトアニア語の方言とされる、ジェマイティア語を話すが、かつてジェマイティア語はリトアニア語の主な3つの方言の一つとされていた。ただし現在の言語学では、リトアニア語は大まかに、 ジェマイティア5とアウクシュタイティア5の2つの方言に分類され、それぞれさらに3つの解方言に分類される。ジェマイティア5はさらに北部方言、南部方言、西部方言に分類され、それらもまたさらに細かく分けられる。西部方言はかつてクライペダ地方で話されていたが、ソビエト当局による現地住民の強制追放あるいは殺害の結果、 第二次世界大戦終結までに、元々の住民がこの地方から亡命したため、その後この地方では、西部方言は話されなくなった。ジェマイティア語のアシャは年々減少しており、離島アニア語の標準語が浸透してきている。テルシェイなどの自治体では、ジェマイティア語表記の道路標識の整備やジェマイティア語による学校教育などといった政策が取られている。 ジェマイティア地方の人口を民族別に見てみると、99.5%以上がリトアニア人となっている。19世紀前半、ジェマイティア地方はリトアニア文化の主な中心地で、ジェマイティア地方の人々はロシア帝国のリトアニア文化抑圧政策には反対し続けてきた。宗教は大部分がカトリックで、南部には一部ルター派もいる。 1200年頃のバルト人の居住地域。ジェマイティア人は、リトアニア人の回収団として描かれている。ジェマイティアが、現在のような方言学的な意味を持ったのは19世紀後半になってからのことである。もともと、ジェマイティアが指す地域は、現在のジェマイティア地方よりも広く、リトアニアの中部及び西部に及ぶものであった。ジェマイティアは、定地を意味し、 リトアニア中部の低地にジェマイティアの人々が住んでいたことに由来する。5世紀から6世紀にかけて、ジェマイティアの文化がリトアニア中部で独自に形成されていった。13世紀から16世紀にかけて、ジェマイティア西部がリトアニアに組み込まれていったが、それ以前はサミガリア人やクロニア人がその地域に住んでいた。ジェマイティア地方の東の境界は、 ネリス川支流のシュベントイ側であったが、ビーテニスがアウクシュタイティア地方の領土を広げた13世紀後半からは、ネベジス側が境界となった。13世紀から16世紀にかけて、ジェマイティア地方は、ドイツ騎士団やリボニア騎士団と国境を接していたため、常に彼らの領土拡大という脅威にさらされてきた。ジェマイティア地方は何度も騎士団領となったが、 度重なる戦いの末にリトアニア大公国がジェマイティア地方を取り戻した。200年以上もの間、ジェマイティア地方はリトアニアがドイツ騎士団と戦う上での重要な拠点であり続けた。騎士団による侵攻は1229年に始まった。ジェマイティアとアウクシュタイティアに対する攻撃は幾度となく行われた。例としては、 サウレの戦い、スクオダスの戦い、ドゥルベの戦い、リエバルデの戦いなどが挙げられる。ジェマイティア地方はヨーロッパで最も遅くまでキリスト教を受容してこなかったため、ドイツ騎手団がキリスト教伝道のためにジェマイティア地方を攻撃したのであった。1345年から1382年にかけて、 ジェマイティア地方はプロイセンから70回にもわたる攻撃を受け、さらにリボニアからも30回もの攻撃を受けた。毎年ジェマイティア地方の要塞は攻撃され、農地や作物には火が放たれた。女性や子供は奴隷にされ、男性は殺された。このような苦難にもかかわらず、ジェマイティアの人々は土地を守り続けたのであった。1410年。 ジャルギリスの戦いで、ポーランド・リトアニア連合軍が、ドイツ騎士団を打ち破ったことで、騎士団による、ジェマイティア地方への攻撃は終わりを告げた。15世紀から18世紀にかけて、リトアニア大公国内には、ジェマイティア公国が存在していたが、この公国には現在アウクシュタイティア地方あるいは、スバルキア地方に分類される地域も一部含まれていた。 ポーランド・リトアニア共和国分割後は、他のリトアニアの地方同様、ジェマイティア地方も、ロシア帝国領となった。19世紀にはリトアニア文化復興運動が、ジェマイティア地方で盛んとなった。ジェマイティア地方は、発金処分となっていたリトアニア語による本を見つ、輸入する上でも重要な地方であった。ジェマイティア地方の人々は、第一次世界大戦後には、赤軍。 白軍、ポーランドなどに抵抗していたが、1940年に、独ソ不可侵条約秘密議定書により、ソビエト連邦に占領され、その後一時ナチドイツに占領されたものの、第二次世界大戦後、ジェマイティア地方は、リトアニアソビエト社会主義共和国の一部となった。1945年、ソビエトは、政治的な理由により、小リトアニア地方の存在を否定。 クライペダ地方をジェマイティア地方の一部であるとした。かつてジェマイティア地方にはリトアニア大公国内で自治権が与えられていたが1795年の第三次ポーランド分割によりロシア帝国に編入されるとその自治権も失われビリナ県の一部となった。1843年ジェマイティア地方は大半がコブノ県へまた一部が クールラント県へと再編された。その後現在に至るまで、ジェマイティア地方は、行政上独立した一つの自治体となったことはないが、現在リトアニアでは、民族市場の地方に合わせて自治体を再編する、行政改革が検討されている。現在は、ジェマイティア地方の文化や、言語の保存を目的とする、ジェマイティア文化協会や、ジェマイティア地方の自治を主張する。 ジェマイティア議会などが、ジェマイティア地方を代表する機関とされる。これらの機関によれば、ジェマイティア地方には、戦艦機のクライペダ地方も含まれており、そのため、ジェマイティア地方の中心都市は、テルシェイではなく、クライペダとすべきだと主張される。また、機関誌、ジェマイティア議会では、ジェマイティア地方がかつて、モンゴルからの攻撃を防ぎ、 ヨーロッパを守ったことに対し、欧州連合が、ジェマイティア地方に対して保障すべきだという主張もなされている。ジェマイティア地方は、自然の美観、文化遺産、歴史遺産にあふれている。外国からは、ラトビア、ポーランド、ドイツ、スペイン、フィンランド、スウェーデンなどから、観光客が多く訪れる。人気の観光地としては、パランガ、クレティンガ、 ジェマイチューカルバリアなどが挙げられる。パランガにはとりわけ、イギリスやドイツ、そして、ロシアからの観光客が多い。また、かつて、シニエルサレムとも呼ばれていたジェマイチューカルバリアには、教会の祭りが開かれる時期に、多くの巡礼者が、世界中から集まる。歴史上用いられてきたジェマイティアの紋章歴史上、用いられてきたジェマイティアの旗現在のジェマイティア地方の、 紋章ジェマイティアの現在の旗ジェマイティアの紋章は赤い盾の中に銀の首輪が付けられた黒いクマが描かれており、その上には冠が乗せられている。ジェマイティアの旗は白地にジェマイティアの紋章が描かれたものである。旗は矩形ではなく片側が二つの三角にかたどられている。どちらも何世紀にもわたって用いられてきたものと考えられており、 特に紋章は14世紀あるいは16世紀頃から用いられている。こうしたシンボルはリトアニアの他の地方と比べても特に古いものである。ジェマイティア地方は行政上の単位ではないためこれらのシンボルが公式に用いられることはない。しかし1994年7月21日にはリトアニア政府によってこれらのシンボルが認定されており、 将来、行政改革などにより、ジェマイティア地方が、行政上の自治体となれば、これらのシンボルが用いられる、こととなる。ありがとうございます。